はい、皆さんこんにちは、ヌノペンです。ジュラシックワールドエボリューションやっていきます。よいしょ。さあ、前回は2つ目のミッションをクリアしました。そこで生まれたのがこちらの恐竜、今こう寝てるんだ。はい、ステゴケラトプスちゃんです。ステゴケラトプスちゃん、今ちょっとね眠らせてます。今個体数がね少ないからね。じゃあ今もう2頭作ってるんで、はい、じゃあ放ちましょう。ステゴケラトプスちゃん、はい、オスオス。わー、凛々しい。なんて立派な角なんだ。そしてこの尾びれじゃない、背びれ背びれね、うん、はーい、かっこいいね。ステゴケラトプスですね。本場でおとなしそうに見えるかもしれませんが、そうとも限りませんよ。まあね、そうだよね。じゃあもう一頭放ちましょう。はい、でこれで個体数と仲間がね壁地内に入ったので、じゃあ起こしましょうか。でも今心地よさゼロだからな、結構まずいな。起きた途端に大暴れしないだろうか、心配。じゃあ英州センターさん、じゃあこの子、はい、この辺かな。よし、なるべく檻から離そう。機嫌が治る前に暴れられちゃかなわん。さあ、お客さんは満足してくれるだろうか。よし、じゃあ次は3つ目のミッションね、やっていきます。よし、頑張っていきます。やってきます。じゃあまずは研究センターでスピノラプトルの研究をアンロックします。はい、スピノラプトルか。まあスピノサウルスとベロキラプトルのコラボかな。そしてもう一つがなんだろうな、インドミナスレックスのカモフラージュ。はいはいはい、さあ、新しく起きた？ステゴケラトプスちゃんが起きましたよ。はい、オスオス。はい、研究完了。早いな、早いよ。まだ折り作ってねえもん。え、スピノラプトル、スピノラプトルですか。やばい、もう早い、暴れようとしてると思ったら、よかった、水を飲むだけだ。はい、新しい恐竜のゲノム、スピノラプトル。さあ、早く心地よさ回復せ。さあ、しっかり水を飲んで、でご飯も食べて。ああ、なんと凛々しいお姿なのだろうか。うわー、かわいいなー。じゃあ次はこの辺にスピノラプトルの檻を作りましょうか。どんな感じにしていこうかな。またまた、はいはいはい、じゃあこの辺に作ろうか。はいはい、ちょっと横長にしようか。これならスピノラプトルちゃんも満足いくでしょう。でクリエーションラボも、じゃあもう一個作ってあげよう。はい、でこうかな。はい、そして観察ギャラリー、こんなもんでいいかな。じゃあこの辺の檻も壊して、はい、そして道路もつなぎます。はい、はいはい。じゃあ次はここに、じゃあスピノラプトルを孵化させましょう。スピノラプトル、あったあったあった。じゃあとりあえず孵化させましょうか。はい、じゃあお願いします。また生存期間が全然短いわ。じゃあちょっとだけいじろうか。で草原がめっちゃ欲しいって言ってんなこの子。じゃあそうだな、じゃあ森林をちょっと減らすみたいな感じにしようか。よし、でとりあえず生存期間を伸ばせるようにやっていきましょう。でストレスは
なんか回復するとかある？ストレスを。あ、あるな。よし。高速ストレス対応。で、生息域はそうだな。まあ、こんなもんにしとくか。ってなると、生命力がだいぶ少なくなるな。ここ難しいな。仲間は2匹いないといけないんだな、この子は。でも仲間まあ、いらんっていうのもちょっとかわいそうだしな。じゃあ、とりあえず、単独1にしておこう。はい。で、生存期間をもうひたすら伸ばしていこう。最大で99ぐらい。いやー、でも、これやるとね、相当、生まれる確率が低くなっちゃうから。で、今、値段が相当やばかった、今。751万、無理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 、それは無理だな。ちょっと下げよう。じゃあ、スピノラプトル。はい、孵化させまーす。お願いしまーす。とりあえず最初は1匹だけにしよう。じゃあ次は、こっちちょっと行こうか。で、発電所を、大きいのにして、で、この、発電所中を消そう。そうだな。だいたいこの辺ぐらい。この辺とかどうだろうか。これだ。はい。じゃあ発電所台を立ててる間に、この研究所台を、壊しましょう。で、これを向こう側に移す。オペレーション。研究所施設。こんなもん。ギリギリ届かないか。ギリギリ入らないか。まあ仕方がない。じゃあ、こうしようか。はい。じゃあ、こんな感じで。はい。で、変電所も置かないといけないね。はい。じゃあ、とりあえず大きいの。この辺か。はい。OK。で、次は、道。こう。はい。で、こうか。はい。OK。じゃあ発電所台ができたから、この発電所中を壊しましょう。はい。そして、で、今電力がつながってない状態が続いてるので、はいはい、電気どうだ、つながってるよね。あ、つながってないかな。待った。じゃあ維持費削減。はい。じゃあ維持費削減で出力増加。はい。で出力増加で停電対策にしようか。どうよ。 OK。 そしてここには、じゃあブティックを建てましょうか。ブティック、ブティック。おお、私が簡単に感心する人ならこの数字に感心しています。よし、いいね。多分フィッチさんもご機嫌なんだろう。じゃあ次はここにホテルを置こうか。置けるか。ここ置けるね。よし。で、電力がない。まさかそんな、まあ、言うても電気柵か。よしよし、いいぞいいぞ。さあ、じゃあ、スピノラプトル放ちまーす。はい、行きまーす。はい、出よう。おー。
かっこいいな。大型だよね多分。あ、で仲間はそんなにいらないんだ。あ、てかあれだよね、僕がゲノムをいじったからだよね。はい、これで満足じゃろう。ハイブリッド種を作れ、400以上の評価のスピノラプトル。これは、あー、しまった、全然評価足りてなかったんだ。しまった、作り直しか。じゃあもう一匹作ろうか。でも やばい、金がないんだ。じゃあマイアサウラ出しましょう。さっき作ったやつだね、僕は。はい、マウラサウラちゃんいらっしゃい。これでステゴケラトプスも寂しくないでしょう。いいね、いいね。はい、どうもいらっしゃい。で、この子もゲノム編集で仲間そんなにいらないようにしたやつだね。はい、じゃあもう一匹放ちます。はい、いらっしゃい。色は微妙に変えたんだけどね、さっきと同じっぽいよね。これでお客さんも喜んでくれるでしょう。よし、いいね。じゃあ次はギガントスピノサウルスはまだできないか。じゃあ作り直しましょうか、スピノラプトル。もう評価400っていうんだったらもう最初から言ってよ。もう作っちゃったじゃん。で生存期間は、はい、で仲間はまあいじってるからいいか。で攻撃力はそうだな、これでどう。これで600か。よし、じゃあ作りましょう。はい、じゃあもう一回作りましょう。スピノラプトルお願いします。はい、じゃあハモンドクリエーションラボ、ギガントスピノサウルス放ちます。よしよし、どんどん恐竜の種類が増えていく。そう、この背中のこの反り上がった角がかっこいいよね。よし、で個体数も OK だね。じゃあ、はい、もう一匹放ちましょう。はい、はい、いらっしゃい。いいね、いいね。おー、いらっしゃい。生まれてきてくれてありがとう。さあ、たくさん遊んでくれ。あ、病気に感染。誰だ？この子が。はい。で、はい。フィーダーもお願いします。そうか、ブラキオサウルスが大腸菌にかかったのか。はい、恐竜班準備。オロロティタンができました。はい。オロロティタンも作ってました。はーい。いらっしゃい。やっぱ新努力でできた恐竜はね、どんどん入れていかないと。はい、いらっしゃい。よし、OK。じゃあもう一頭、はい、オロロティタンを放ちましょう。経営基盤をしっかりしなくては。より強固な、あの、化石を作るのじゃ。よし、いいね、パラメータは素晴らしい。じゃあちょっと遺伝子研究しましょうか。まずは唯一種、これで恐竜の必要最小最大個体数を3下げる。で、あと高速ストレス対応も欲しいな。はい、他はまあまあまあいいか。よし、じゃあスピノラプトル2匹目ができたみたいだね。はい、じゃあお願いします。
これがクエストに、クエストじゃない、ミッションに必要なスピノラプトル。評価は411。はい、オッケー、進んだ。このハイブリッドは大成功の予感しかしないぞ、うん、過去最高の作品になるかもしれない。さあ、こいつがスピノラプトルでございます。はい、必ずハイブリッド種を安全に収容し続けるようにせよ、必要に応じて鎮静化すること。なんだそれは。はい、研究完了。早いな。壊してるやんけや、一発しかも。シェルター、シェルター。はいはいはい、ごめんね、すいません。やべ、早っ。これ一発で壊してなかった、すげえ。皆さん逃げてください。あ、でもこうやって見ると確かに研究者が多いね、お客さんっていうか。やべえ、あー、研究者が食べられる。あー、すげえ。なぎ倒しおった。はい、止めるんだ、早く。よく聞け、問題が発生した、はい、迅速に対応し被害を最小限に抑えなければならない。スピノラプトルを倒すために恐竜を利用せよ。スピノラプトルの動きが一切鈍くなっていない。そうだね、思い切って他の恐竜を使おう。え、すぐにスピノラプトルを倒させるんだ。一刻も早く奴を止めろ。オリオ、オリオ、こう、あの、直そう。どうするの、恐竜を利用するって。スピノラプトルを倒すために恐竜の脅威。またあ、こいつのことか。もう一匹埋めってことかな。どうすればいい。でも評価411の恐竜って作れなくね。しかも私今金ないし。しまった。もう曲上げするんじゃなかったな。こういうのって攻撃力と防御力どっちを上げればいいんだろうな。全然金がたまらん。全然負荷できないな。どうすればいい。ティラノサウルスじゃなくて別の恐竜の方がいいかな。ギガノトサウルス。ギガノトサウルスでもいいか。あとアロサウルス。アロサウルスもいいな。あ、値段が高すぎる。でも、こう、金をなんとかやりくりすればなんとか。まあ、500万まで貯まってる。で、防御力を上げないとな。で、これで623万か。あと、これだと700万ぐらいするな。で、生息域は、はい、塗る。これで627万。で、これだと、627万か。じゃあ一回アロサウルスに頑張ってもらおうか。よし、金貯まった。もうすぐ金が貯まる。あと4万ぐらいでね、アロサウルスが作れる。やっとここまで。これだ。じゃあ孵化させます。はい、頑張ってくれ。じゃあとりあえずもう一匹の檻にいるスピノラプトルをここの檻に入れときましょうか。はいはい、子供でいいかな。とりあえずなんとかそこまでお金が貯まった。んー、ちょっとなんかグネグネってなっちゃったな。しまったしまった。さあ、じゃあ檻には入ってる方のスピノラプトルをこっちに移しましょう。じゃあフィーダーを、はい、これ入れて、で水も追加して、はい、じゃあ一回今走ってるヘリコプターちゃんは、この逃げてる方のスピノラプトルの鎮静をやめて、
で、ここにいるやつを、はい、見ますね。どうもね、今逃げてる方のスピノラプトルは麻酔が効かないらしいね。やるじゃねえか。で、アロサウルスはもうすぐできる。よし、これで一通り大丈夫だろう。で、よし、じゃあアロサウルスが生まれたね。まだ、もう生まれたけど、このスピノラ、眠らせたスピララプトルをあっちの檻に下ろすまで、このまま。やばい、ちょっとテンパってきたな。道路が接続されていません。そんなまさか。ほんのちょっとほんのちょっと繋がってないね。じゃあアロサウルス放ちます。で、こいつを逃げたスピノラプトルと戦わせる。やべ、強そう。もうこれやるまで時間かかったからね、相当。よし、じゃあ今あいつはどこにいる。そこか。じゃあここの檻を壊そう。はいはいはい。で、そして我々はアロサウルスの助太刀をしに行く。はい、こうだな。待ってろ。しっかり。こっちじゃねえな、向こうか。待ってろー。あー、取れねえって。今どうなってるんだ、あっちは。檻は壊したからな。はい、先頭。あー、結局いけねえか。はいはい、頑張れ。さあ、行け。よしよし、ナイス、アロサウルス。やっぱアロサウルスの方が強えよな。こんなにでかいもん。さあ、行け行け。頑張れ頑張れ。どうだ。よし、これはもうアロサウルスの勝ちでしょ。オーケー。あー、せっかく産んだのに。まさか壁を一発でぶち破るとはな。よし、はい、ミッション完了。これめっちゃ時間かかった。やったー。もうたくさんアロスされたね。事態だったとはいえ本当に危なかった。文字書いてないよ。極まりないな。どうやら誰かが勝手に恐竜の遺伝子情報を操作したようだ。お、マジか。なんとなく誰の仕業か見当はついている。あ、そうなの。おそらく過去に私が取引をしたハモンド財団のライバル社だろう。ああ、私の倫理観を批判したければするがいい。だが私の意欲については決して疑ってくれるな。ナリキンどもの対処は私がしておく。君はこの調子で頑張ってくれればいい。どうやらハッキングされていたようだ。あ、文字出てきた。我々のシステムもスピノラプトルも今遺伝子操作の履歴を調査中だが、君も今後はより一層慎重になってくれ。詳しい情報は共有できないが、私が必ず敵の企みを止めてみせる。あ、かっこよくない、ウー博士。君は研究と施設のことだけに集中してくれればいい。チケットを売って今の大混乱の観覧を有料制にしたかったな。せめて誰か映像に収めていませんか。収めてねえよ。俺はあの実況で収めてるけどね。よし、オッケーオッケー、よかった。じゃあすぐにこのアオサロスを書こう。はい、どこだ、ここか。はいはい。そしてどこ、こうか。はい、オッケー。ボイスメッセージ。はい、最後のミッションだね。まだ仕事はたんまり残っている。君にぴったりの仕事だ、うん、あまり私を待たせないでくれよ。はい、了解しました。じゃあインドミナスレックスのカモフラージュで遺伝子組み換えを施したインドミナスレックスを作成せよ。了解しました。じゃあこれでもう皆さん、うん、お客さん、いい、外に出ていいよ。ではよく聞け。はい。ある特定のスキルを要した
戦闘向けの恐竜種を作ってほしいんだ。うん、了解しました。まずは私の最高傑作の一つ、インドミナスレックスからだ。一頭孵化させてから戦闘による悪名の評価を基準値まで高めてくれ。この恐竜は私にとって特別なんだ。失敗するなよ。で、電力が足りないのか。え、マジで今電力足りないの？じゃあもう一個電力会社建てようか。発電所小、まあもうそんなにいらんしな、多分。じゃあこうしとこうか。で、道路も作って、はい、 OK。で、あのスピノラプトルも、はい、輸送チームで持ってってください。回収される。いやー、ロサウルスさんお疲れ様でした。あなたのおかげで当院は救われました。で、おーおー、すごい恐竜の評価671だ。で、島の評価はもう悪いな。シェルターの方がね、だいぶ悪かったから、まあ仕方がないか。じゃあ次は最後のミッションやっていきます。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしやチャンネル登録、高評価お願いします。ドメンでした。さよならー。